ご覧いただいているのは左投げにした江川卓氏と右投げにした江夏豊氏がストレートを投げている映像になる。この二人に共通しているのはどっしりとした安定感のあるフォームから繰り出されるストレートに伸びがあるという点だが、こうやって見ると全盛期の江川氏と全盛期を過ぎた江夏氏を比較している映像にはなるが、ストレートの伸びに関しては江川氏の伸びに異常なものを感じる。それくらい江川氏のストレートは伸びているように私には見える。ただあの野村克也氏は全盛期を過ぎる前の江夏氏を超本格派、すなわちストレートが来ると分かっていても打てない投手に分類しており、対して江川氏は本格派、すなわちストライクゾーンに来たストレートなら当てることはできる、だが高めを狙った直球はその伸びでボール球でも空振りさせられてしまう投手に分類している。つまり一言で言うと、野村氏の目から見たストレートは江川氏よりも全盛期の江夏氏の方がすごかったわけだが、てかこうやって2人のストレートを見比べると球速はそれほどまで変わらないのに、これほど伸びる江川氏のストレートはやはりすごいとしか言いようがないと私は思う。ただボールの伸び方に関しては江川氏の方が伸びるような球質にもかかわらず、あの野村克也氏は江川氏は本格派、全盛期の江夏氏は超本格派、すなわち来ると分かってても打てないピッチャーと評しているので、そう考えると全盛期の江夏豊氏のストレートはとんでもない剛速球だったのだろうという想像がつく。というふうにこの2人のストレートはすごいのだが、いずれにせよ一つ言えることは、江川氏のストレートの伸びは異常であり、またその江川氏よりもすごいストレートを投げていたとあの野村克也氏に言わしめる江夏豊氏の剛速球もまた異常なストレートだったのは間違いないと私は思う。